カール・ヨーゼフ・フォン・エスター・ライヒは、オーストリア大公家の大公。オルミウッツ司教、パッサウ司教、ブレスラウ司教、ドイツ騎士団総長を務めた。神聖ローマ皇帝フェルディナント3世と、その2番目の妻で、チロル修皇、レオポルト5世の娘であるマリア・レオポルディーネの間の、一人息子として生まれた。父にとっては5番目の息子である。母は、 カール・ヨーゼフの誕生当日に死去した。1662年末に、おじのレオポルト・ビル・ヘルム大公が亡くなると、その個人財産と美術コレクションを相続したほか、おじの帯びていたパッサウ市教職、オルミュッズ市教職、ドイツ騎士団長職を継承した。1663年2月23日には、レオポルト・ビル・ヘルムが持っていた、 もう一つの司教職であるブレスラウの領主司教にも選出されたが、司教領の統治を13歳の少年に任せることはできなかったので、教皇アレクサンデル7世は4月23日に、助裁長のゼバスティアン・フォンドストックを補佐司教に任命し、司教領の統治を代行させた。しかし、翌1664年の年明けにわずか14歳で、司教し、それ以上の行為に上ることはなかった。 意外は、カプチーナーの骨道の新脳骨道に安置された。ウィキメディアコモンズには、カール・ヨゼフ・フォン・オストライヒに関するメディアがあります。ありがとうございます。